ちょっと待って、ブラックバスかどっちかなんだろうなっていうのがいる。タイヤだったねえ、タイヤなんだけど本当にねえなんやかんや結構ゴミ拾ったな。あ、DIY 思いついたじゃない本当になんなん、無理。しかもタイヤの遊具だし、うーん、怒った、これは怒った無理。なんでこんな、なんか魚釣りでタイヤはリアルなの？そうなの？魚釣りでタイヤって釣れるんですか本当に。ちょっと本当廃品しか拾ってないさっきから。ね、ここで最後にさ、連れてたら少女漫画だった。少女漫画かは知らないけど、少年漫画か少女漫画だった。え、でもちょっと待って、大きいのいる、一人。なんか頭上にパチンコを失った私に無慈悲に迫り来る風船。え、もう負けてるよね。ピエン、何匹釣っても400円、なんかお得みたいな言い方すごいお得じゃん、何匹釣っても。ロッキーって何ですか？ロードしか分かんない。やばい、ほんとなんかやばい。でもなんか持ち物見たらなんか全部ブラックバスなんだけど、もうびっくりする、ほんとほぼほぼブラックバスしかいない。え、ピエン、ほんとピエンに言うのやめよう。バスドル、一途なんでえ、なんかね、人と喋んなさすぎてね、どうやって笑ってたかとかね全部忘れちゃってね、なんかあの、ほんと日曜ごとに笑い方とか喋り方変わっていく。
そう、わかるね。自分で楽しいっていう人楽しいじゃないと思う。わかんないけど、なんか楽しいってかっこいいですよね。単押しの意味調べてたら、なんか単押しとはたった一人のその人だけをなんか好きであることみたいな、推しであることみたいな、それを誇りに思っている人も多いみたいな書いてあって、あ、単押しとか簡単に言っちゃいけないんだと思いました。最近あのブログの質問返しのブログで、なんか単押しって何人までだと思いますかみたいな、単押しってなんだろうと思って調べたんですよ。そしたら単押しはたった一人の推しがみたいな、深いと思って。今はさっきのエスメラルダみたいなカエルの周りをぐるぐる回ってます。そう、調べたらそうやって出てきて、思えるのがいいんだよって思う。じゃ最後に池にいるやつをちょっと釣ります。私はこの池にいる子をちょっと釣ってみて、一回錦鯉を釣れたらもう勝ちなんで、もう亀とかいらなくなっちゃうんで、錦鯉釣れたら。なんかさ、タイヤ。